全国のポケモントレーナーの諸君、元気しとるかの。わしの名前は大木野じゃ。今回は宿敵のあの方を、招待してポケモンカードバトルやっていきたいと思うぞ。よろしくお願いします。アローラ、もうことおしです。はいよ、歌って学ぶわ、負けたりないな。まあ、ここカラオケボックスなんで、歌っても問題ないと思うんで、はい、よろしくお願いします。もこ先生、よろしくお願いします。はい、ま, すまず、じゃんけんからいきましょう。はいはい、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょう、しょっしょっしょう、うわ、成功いただきます。はい、わかりました。ということで、はい、よろしくお願いします。マイキングをし、そういうデッキ出してきて、そういうデッキなの。そうじゃぞ、はい、まず、ウルトラネクロズマをブーッと出して、はい、どうしよっかな。そこも悩んじゃった。ばっこり出してますね。ガチポリンの3回しっかりと出して、はい、ここはでもいらないから、言って、シロナ使います。クソみたいなダーティング自転車を使って、2枚ドローして、しっかりトラッシュボールを送る、はい、カード入ってますね。入ってます、はい。で、この2枚から1枚を捨てるので、クズマを捨てます。おー、はいはいはい。で、どうしよっかな、はい、基本超エネルギーをウルトラネクロスミングに貼って、はい、ターンエンドで。じゃあ、回ります。じゃあ、どうしよっかな、これ。では、このホロエネルギーをダウンドリブ、ちょっとね、ハリキングボールからこの2色のエネルギー。これマジ強いですよ、この子。ああ、強いっすね。これ強いみたいな。トロピカルシェイキングしちゃうんだよな。トラッシュすることがメリットですからね。さあ、球をバッチリとここに実を出して出していく。ちょっと待ってくださいね。じゃあこのままもう触らないので、はい、じゃあデッキカットをお願いしまして、はい、苦しいな。じゃあ催眠術で、催眠術で眠って、で終了なの で, で、ここでチェッキング、表出ろよ、頼むぞ。これでない、逃がせないからな、はい、じゃあ、はい、わしのターンまず1枚ドローして、眠ってる間って進化できましたっけ。あ、できます、今できます、ね、進化したら解除されます。あ、解除される、はい、進化します。いや、強え。で、ダート自転車使って、はいはい、2枚ドローしていらないのを1枚捨てる。マイイカ捨てます。はい、でそのままマイイカ出します。マイイカ出して出していく。シロナ使います。回ってんねえ。で、ガチコリとガチコリと回されていく。さっきと同じやな。自分の手札をすべて山札に戻して切って、その山札から6枚を引いていくんじゃない。1、2、3、4、5、6枚、はい、でしっかりとオープンザプライシングして、いやで、そうじゃな、基本鋼エネルギーをウルトラネクロズミングにつけて、はい、ネクロズミングに、じゃあこのまま、はい、ターンエンドでお願いします。じゃあどうします。おー、きたー、マジナイス。これはたまたまにこれつけて、シュッ、じゃあちょっとここはナッシュを、うわこう出して、ナッシュ、さらにネットボール、はい、ただこれはもういけるかな。このまま終わってしまうのか。そこそこ出してます。はい、うわ、生絞り、そうです、生絞りですね。生絞り、うわ、強いかな。じゃあ、できたと思います。はい、僕、このままトロピカルシェイクにします。結構ダメージいきますね。120ですね。じゃあ、このままウルトラネクロズマ出すぞ。はい、はい、で、わしのターン、はい、ドローして、はい、ネクロズマ、暁の翼出します、はい、で、カラマネロ進化します、はい、で、160だもんな、強いな。でも、
まあ、途中に2面でそういけるこうすればいけるんで、そうなんです、それが強いんだよ。で、そのまま、リリエ使います。リリエで、2枚なんで4枚ドローさせてもらいます。はい、1,2,3,4 と勝ち取りですね。で、とりあえずギラティナ出します。ギラティナで、ギラティナ、どうしようかな、ミステリートレジャーで、ガチリの祭典を捨てて、はい、まあいいか持ってきます。ミステリートレジャー、基本破壊エネルギー捨てて、あ、シャッフル しなくてよかったな、申し訳ないと思う。で、カラマネラを持ってきます、はい。で、フォトンゲイザー20プラス、2枚、トラッシュして、1枚80ダメージなんで、強い、180ダメージ。で、サイド1枚ゲットします。頭出します。ミストトレジャーで、はい、うん、怖いの。まあそうですね、やるとしたらもう結構しかないですね。じゃあミストレで持ってるのはあの足、そのマシンか。うわー、すごい。しかも、ま、そのまま、あ、まだ、あ、まだそうだ、その高いさ、白なのな、トラッシュよくねってバチ当たりのやつじゃん。で、これハイパーボールで、はい、まだ吹いてくるわ。で、たまたま出します。はい、で、最後リビネを使うので、はい、ここで初めてカットする。はい、もうトロピカルシェイク、サイネルギー1個で使えるから、はい、なんで強いっすよね。なんかたまたま絶やさなければ永遠に。あれ、このラッシュってサイネルついてない、あ、ついてねえわ、はい、ついてないのか。ここで臭い目つかなかったらアドじゃぞ。あ、はあ、危ねえ。嘘でしょ。レッドボール、ああ、そっちか。レッドボールでレッキングボーリングじゃな。ボーリングで臭い目タッチしてそうなんですけど、うわー、つえー、さらに俺強いカード出しますよ。マジっすか。あ、カード出します、はい、何をしてくるんだよ。ムキムキダンベル、うわー、ムキムキしてくな。 HP200 枚乗ったんで、はい、フォトンゲイザー逃げるじゃしないしちゃなくなりました。そうっすよね。さらにレスキュータンカー、うん、強いな。レスキュータンカーで、まあ、たまたまを復活させておきます。はい、はい、このままトロピカルシェイク120ダメージで、はい、120受けるのであれば、はい、ここはちょっとわしの戦い方変える必要があるぞ、はい、ドローします。で、まずカラマネロにしっかりと進化させて、しっかりと進化で、サイコリチャージ使います、はい、自分の番に1回使える自分の魂にある超エネルギーを1枚ベンチポケモンにつける。で、カラマネロ2体使っちゃいます、はい、で、ギラティナにつけます。あー、ギラティナプランで来るか。はい、で、そのままユニットエネルギーつけます。はい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 、サイドレースでちょっと勝ちたいので、はい、グズマ使います。なるほど、たまたま 50HP の方で、はい、OK です。いや、うまいっすね。で、ギラティナをしっかりと出して、として出していく。で、シャドウインパクトで、破壊で、サイド1枚ゲットじゃぞ。シャドウインパクトで40点誰かに乗せてください。僕はネクロズマ、赤月の翼に40ダメージ乗せていくぞ。はい、わかりました。あー、じゃあ、しょうもないけど、じゃあこのナッシーでいこうと思うぞ。じゃあ、どうなってくるんじゃぞ。しっかり殺していく。じゃあ、まずレスキュータンキングで。おぉ、レスキュータンキング。で、このナッシーを殺してきて、進化させて。はい。で、やっぱ白ナッシーね。はい。はい。カットお願いします。はい。運命のカット。はい、もう引けない。はい、もうわしの勝ち。いや、引けるでしょ。じゃあ、いきますよ。はい。チュ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 これは痛いな。無限にダメなしにつける。うわぁ、めっちゃ硬くなってしまったの。悔しいのぁ、そのままじゃなしくりと、ラッシュで復活していく、打っていく120ダメージかな、はい、なんとか耐えていく。ここで、クライツクース原野を引ければ。あー、なるほど。よし、わしのターン、はい、ドロー、そちょっと店員さん来ますよ、店員さん。ちょっとやばいな、それね。もうやることがないので、シャドウインパクティングを打つ。
打つしかないんだよな。あ、エネルギーがないんじゃん。ないサイコリチャージも使えないので、もう打つしかないですね。じゃあ130ダメージ。はい。で、40ダメージを、はい、ネクロズマ、暁の翼に乗せるしかないな。なんか何もしてないのかわいそうだな、こいつ。何もしてないのに。よし、じゃあ、もらいますよ。逆にギラティナがやられてくれればな、ギラティナ戻してなおかつサイクルチャージでっていう動きができたのにも、何やってるんじゃ。じゃあエネルギー回収で、はい、でトラッシュから草屋に2枚貸しします。はい、はい、でその草屋に横出してつける。はい、まあ、強いな、どんどん回ってるな。じゃあクズマ、はい、うわドイツかな。じゃあそのネクロズマでお願いします。ウルトラネクロズマ、はい、やられたの。ハイパーボールでピストルと観光客、はい、突出してベンチにもしっかりとこのメタも出しておきます。ピカトンを返します。そのままピカシェイクをします。はい、はい、ウルトラネクロズマが破壊されていくんじゃよ。いや、わしのターン。ドロー。あー、強い。ビーストリング。あー、これね、強いね。超エネお強い。で、超エネをしっかりとつけて、しっかりとつけて、このまま打って、無気弾が効いてるってことですね。そう、無気弾がね、もうぶっしり効いてる、はい、ちょっと40ダメージは申し訳ない、カルマネロに乗せるぞ。これ以上ちょっとやっちゃうとまずいからな。じゃあもらいますね。はい、じゃあメタも、中華やつのメタも。うわぁ、さらにダメージが上がる。140になる。140になっていきます。うわ強いな。マーシャド、はい、うわ、はい、戻して、お互いがこの山札に手札を戻して4枚取ろうじゃな。そうですね、はい、4枚です。1、2、3、はい、4と。ナイス。グズ、あ、ごめんなさい、グズマ。はい、うわグズマで、ソナガスキのネクロズマ。ネクロズマがしっかりと前に出て、はい、しっかりと出したんで、じゃあトピカシックスで、ウルトラネクロズマ、じゃあネクロズマが死んでいく。はい、じゃあ今もらいます。とりあえずギラティナかな、うん、ちょっとやばいな、これちょっとやばいぞ。運ゲーしろな。うわーった。このドローで、まあ、全てが決まると言っても過言ではない。過言じゃないっすね。動くと。いや、マジ苦しい。いや、あ、でも、いや、うん、ミステリートレジャー、はい、で、マーシャルを捨てます、はい、で、ウルトラネクロズマを持ってきます、はい、そのまま出して、はい、まあ、まずサイコリチャージ使って基本超エネルギーを2枚、はい、ウルトラネクロズマに貼って、はい、よいしょ、で、逃げる、はい、よいしょ、で、こうするしかないと、はい、で、なんとか耐えられる状態にして、はい、ターンエンドで。エンド、ああ、鋼出せなかった。はい、出せませんでした。そうか、じゃあクズマです。で、そこで、はい、ギラディナが出てきて、今トロピカルシェイクで、で、トロピカルシェイクで、140点出て、死んで、サイド全部取られて、ウルトラネクロズマで一気に破れていくんじゃろう。くー、すごい。高校先生が一番使えるデッキが、あ、なしですね。なしデッキ。大会にも持ってきました。ああ、まあ、高校先生の大会で活躍したあのなしデッキに負けるならわしも悔いがないといったところじゃな。ちなみに鋼エネがもしあって、はい、あれ打たれてたら多分負けてたんじゃないかな。GX 技でこいつとこいつ飛ばして、うん、そうですね、で次の打点が続かなかったから、そうですね、グズマがあったから10点でも出せれば、ギラティナ
殴って終わりだったんですけど、はい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 、10点出せる方法がこっちなかったんですよ。たまたま連絡取ったんだけど、こっちに行っちゃってたし、うん、1枚捨てたじゃないですか、アガネネルギー最初。あ、捨てましたね、あれで、うん、山札に1枚しかなかったんですよ。だユニットエネルギーがまだ入ってるんで、それを引くか、はい、って感じだったかな。そうですね、うん、そういう感じか。いや、いい戦いでした。対戦ありがとうございました。このようにな、ポケモンカードバトルは非常に奥が深い楽しいゲームなので、みんなもポケモンカードでポケモンゲットじゃぞ。ピッピカチュー。顔映ってないです。